はい、どうも、こんにちは、ガクチャンネルのガクです。今日ご紹介するのはこちらもう前のね、キャンプ動画をご覧いただいた方には、もうね、分かってもらえてると思うんですけど、実はね、これバイクに積んでね、キャンプ行ってきました。何かというと冷凍冷蔵庫、まあ、一番マックスまでやるとね、マイナス20度一応ホームページ書いてるのはマイナス20度まで、冷やすことができる。だからそこまで行くとね、もう完全に凍っちゃいますよね。まあ冷凍冷蔵庫になります。で何ていうかな、マイナス20度設定にして家庭用電源からね、取ったとしても20まではね僕見たことないです。室温とかによってもかなりね、ちょっと変わってくるとは思うんですけど、夏場の、クーラー効いた、家の中とかでね、置いてて、で、マイナス20度設定にして僕がここのね、なんていうかな、この機械の温度計のとこで見たのはマイナス18度が、最高、一番低かった温度になります。だから多分ねマイナス20度まではねなかなか冷やすことは難しいと思うんですけど、もうカッチンこっちまでになります。多分アイスもね、僕入れたりしてやってたんですけど固まったまんまです。結構ねすごい。しかもね値段がね、僕買ったんが1万3000ちょっとで買ってます。だからかなり安いね。容量はね9リッターになります。9リッターね。で、ちょっとね手頃なジュースが中でもう飲んだ後の空なんですけど、こう縦にはねちょっとね入らないんですよ。こうやってねちょっと蓋が開いちゃってますよね。だから横にしてこう入れる感じになるんですね。これこういう風に入れるとねちょっとね浮いちゃってる。まあいけるか、いけるな。こんな感じです。こんな感じ、ペットボトルね。だからペットボトルだけ入れるんだったらかなり入ると思います。これ2段でもいい。2段3段まではちょっと難しいかな。3段までやると多分蓋が開いちゃうと思ってね、無理だ。 2段くらいかな。だから6本くらいは余裕で入る感じの容量プラスアルファちょっといけますよね。まだいける感じにはなりますね。で、このとりあえず、冷凍冷蔵庫はこの2リッターとかのこの水ね、例えばですけど、こういうのはねちょっと無理なんですよ。もう入らない、ね。どうやっても入らないんで、持っていくとしたらペットボトル、になりますね。こういうこういう風な、ペットボトル、くらいしか入れることができないということです。で僕はまあもともとバイクに積んで持っていこうと思ってたんで、あんまりでかいの買っちゃうとね、ちょっともう乗らないっていうのもあったんで、このサイズにしてみました。これ9リッターなんで、横がね一応420、ね、メーカー実際測ってみましょうかね。一応メーカーのあれでは420って言ってますけど、メルカリで、430、まあメーターの方もちょっと誤差あると思うんで、43センチね。で幅がこれもまあ大体32ね。で高さが25ね、くらいのサイズになりますね。だからなんていうかな、バイクになんとか積めるサイズにはなると思います。重さはね、ちょっとこれはホームページのやつ見ようか。重さはね、乗ってるかな、8.8 キロかな。商品の重量 8.8 キロ。あ、違う、本体の重量 6.2 キロか。ね。6.2 キロ。ね。になってます。で、入ってるものは本体と、今もちょっと、後でちょっとつけようと思ってやってた 100V の電源ね、とシガーソケットから取れる電源コード、これが入ってます。あと説明書ね。説明書がねちょっとどっか行っちゃったんですよ実はね。ということでちょっと、まあ実験しながらちょっとやってみたいと思います。まずね電源を入れた感じ、まあこう取りましょうかね。上から
ちょっとこの状態じゃ見えないですよね。はい、ちょっと場所変えましょう。はい、これで大丈夫でしょうか、明るさとかね。で、今、あの電源をコードをね今挿したんですけど、ちょっと一回抜いてみましょうか。よいしょ。ね、コードを挿すと、よいしょ、一回ピッて言って、まあ消えますね。で、電源ボタンを押すと、でこうやってもう電源が入りますね。で、これコンプレッサー式なんで、ちょっと聞こえます？ちょっとマイク近づけます。こんな音が、結構、まあ、あの稼働してる時はね、こういう音が、鳴ってます。で、部屋でね僕置いたりしてるんですけど、どうなのかな、まあ、気になる人にはちょっと気になるかなっていう感じはありますね。まあ、あの人によると思いますね、本当にね。ね、そんなあたりは、ね、で、設定はもうここです。もうシンプルです。プラスマイナス温度の設定ね。で、これで設定温度最高がマイナス20ね。で、ちょっとしたらね、今の温度に、今の庫内温度が25度ね。で、14.0 とかなってるのは、今 100V で取ってますけど、家庭用電源からね、今の、そのボルト数ね、電圧、になってます。で、設定ボタンを押すと、ここ見えるかな、マックスってなってるんですよ。で、これをこっちか、あ、違う違う、このボタンか、設定ボタンで、で、これエコっていうモードもあるんですね。エコっていうモードもね。で、まあ、エコモードに僕してないんでわからないんですが、あんまね、多分だからちょっと火が悪くなったりはどうしてもすると思うんです。まあ、あの、バイクに積んでる時も僕はもう思いっきりマックスモードでやってて、特にあのブリストの場合は問題なかったんで、ただバイクによるかな、多分ね、そんなたよね。だからちょっと心配な方はこのエコモードにしといてもいいかのも分かんないですね。車で使ったりバイクで使ったりするときね。で、あとここに L って書いてるんですよ。L 見えるかな、 L ね。で、これがね、確かこれ長押しするんやったかな、設定ボタン。あ、うん。で、ここ L が光ってるんですけど、これが MH ね、ハイ、ロー、ミドル、ハイで、こういう風に変えれるんです。これ何かって言ったら、ローがね、確かね、なんていうかな、電圧が下がってきて、その何ボルトか、あとでちょっと実験はしようと思うんですけど、あの切れるタイミング、多分確かね、これハイ H の方にしてたら、なかなかね、その電圧が本当に低くならないと切れない、方が H だったと思います。ちょっとあとで実験しましょう。だから、あの、そう、なんていうかな、こいつが電気を食いすぎてバッテリーがどんどん電圧が下がってきた時に安全装置がこっちの方にもついてるっていうことですね。で、なんていうか、僕実験でやったんですけど、ここがなんか音鳴って なりましたね。で、電源がもう切れちゃいます、こいつのね。だから、車とかバイクのバッテリー保護機能もちゃんと備わってる。しかもお値段が1万、3000円ちょっとくらい、ということで、僕はそれで買っちゃいました。一応振動とかもちょっと気になってたんですけど、バイクの振動に耐えれるかなと思ってね、心配だったんですけど、一応ね、まだ1回しかキャンプ持って行ってませんけど、耐えれましたね。で、今からね、次実験しようと思ってるのはこれ、シガーソケットのね使ってちょっと実験をしていこうと思います。これ、あとこいつね、こいつを使ってちょっと今から用意します。はい、どうも。そしたらね、ちょっと実験をやっていこうと思います。この機械はね、実はね、何かというと、家庭用の 100V の、この電源から、車のとかね、バイクに流れてる 12V の、なんていうかな、電源をね、変換するための機械になるんですけど、これを使ってね、ちょっと実験します。で、今これ、シガーソケットの、この、なんていうか、冷蔵庫のやつをここに挿して、で、もう片方はね、冷蔵庫の方にちゃんと挿してます。もうつなげてる状態ですね。で、こいつ電源オンにしますね。で、これね、ここのネジっていうかね、このダイヤルで
今ボルト V の方にこのスイッチがなってるんですけど、片方は A ね、アンペア、ボルトになってるんですけど、ここでねボルトをね変えれるんですよ。だからかまあバイクの電源って言ったらまあだいたい12ボルトなんですけど、だいたいもう普通はだいたい13とか14あたりをね、走行中とかなってて、まあ12まで落ちることって言ったらまあ本当に停車してる時とかね、エンジン切ってる時に12とかまで落ちてくる感じになるかなと思うんですけど、まあここでね、こういう風に変えれるんで、これを使ってさっきの安全機能ね、これをちょっと検証したいと思います。じゃあこっち電源入れますね。で、設定は今マイナス20度設定ね。で H ね、 H の方に今振ってます、安全機能のやつね。でこれで電圧を落としていきますね。今はコンプレッサーと、あ、今これ F1 って出たでしょ。だから今ちょうど 10V ね、10V、くらいです。これ上げていったらまた復活するのかな。あ、復活はしないですね。一回もうダメになったら電源を入れ直してあげないとダメなのかな。F1 はどうやって切るのかな。コードを抜かないと無理なのかな。一回電源切ってみましょうか。これでもう一回入れるとどうなるかな。あ、一回電源を切らないとこのエラー解除されないですね。今 13V です。下げていきます。 10V くらいでダメでしたよね。あ、10V で F1 出ましたね。はい、まあこういう感じになりますね。はい、じゃあ消してしまった。じゃあ次これを M にしましょう。 M ね、 M ミドルね、これに設定をした状態で今 13V です。下げていきます。さっきは 10V くらいでダメでしたね。あ、いやでも同じくらいな、 10V で F1 出ましたね。なんかあんまり変わらないのかな実際は。ちょっと僕もこれ実験するの初めてなんでね。よ、はい、じゃあ電源入れて次 L ね、ローの方にしてみましょう。あんまり変わらんのかな。うん、じゃあローに今設定をしました。ちょっと点滅が終わるまでは待ちましょうか。うん、多分これで今ちょっと見えにくいかな。 L の方になってます。下げていきますよ。一応ここにもボルト数が出てるんですけどね、12.2 でこっち 11.4 だから、こっちの方が多分正しいと思うんですよね、おそらく。さあ 10V を切ります。 9.6、9.5、9.4、 こっちではもう 8.1 くらいになってますね。あ、うん、7.8V 切ったくらいでエラー出ましたね、 F1 ね。だから多分 8V くらいだと思いますよ。これもう一回やってみましょうかね。だから L の方に設定してたら本当にこう下がって、 8V だったらかなりやばいと思いますよね。 H の方に設定してた方がいいですよね。 10V くらいで切れてくれた方がね。8.5 くらいかな、9切って 8.5 くらいで L の方に設定してたらこれ切れますね。はい、という感じです。とりあえずこの検証ね、とりあえずやっとこうと思いました。だからこのボルト数下がった時のやつは、はい、 H の方に設定しておくのが多分いいと思います。
はい、どうも。僕、ちなみにね、僕この前キャンプも行った時は、こういったモバイルバッテリー、これそんなに容量ね大きくないんです。ドローンやってる時にね、どっか行った時に予備としてね、ちょっと充電何か、したいなっていう風になった時に使えるようにね、買った、ポータブルバッテリーなんですけど、これでね、12V、ね、シガーソケットのアダプターつけて 12V で、動かしてて、どのくらい持ったんかな、もう勝手に電源落ちてたんでね、でも2時間くらい持ったんじゃないか、2、3時間持ったんじゃないかな、多分ね、そのくらい持ったと思います。だから普通にバイクで、あれ何時頃着いたんだったかな、12時くらいに着いて、でそこからちょっと、そうこれをね中に入れてたんですよ。これ結構すごくよく冷える保冷剤なんですけど、これを中にねまずこう敷き詰めてたんですよ。こういうふうに折ってっていうか、こんな感じ、こんな感じでね。で、まず保冷剤がカッチンコッチンになって冷えてるんで、バイク、からこのクーラー、下ろしてもそれなりに冷えた状態を保ってくれるんで、まあいいだろうと思ってね、そのまま放置をしてました。で、夕飯食べる前、まあ、ある程度設営が終わってから、ポータブルバッテリーで一応冷やしとこうと思って、冷やして、で十分ね本当に冷たい、ビールもキンキンでね、とても美味しくビールもいただけたんで、そのくらいの感じでね、使う用途やったらこんなモバイルバッテリーでも、いいと思います。ちなみになんですけど、 12V で冷やすのと 100V で冷やすんだったら、完全に 100V で冷やした方が冷えます。なので問題なければね、バイクで行った時でも、まあちょっとお金はかかりますけど、電源ありサイトね、100V の電源ありサイトとかを取れば、よりね、冷えた、もしかしたらアイスとかでも食べれるかもしれないですね、そういうふうなこともできるかなと思います。まあ、そこまでバイクでする人はいてないかな。はい、まあそんな感じです。だから車で行くんだったらね、これをアイスとか入れるようにして、なんかっていうのでもいいかもわかんないですね。はい、僕は途中ね、食材仕入れるまではここをもうマックスにして、ここに保冷剤とかちっちゃい保冷剤とかも入れといて、それをね、ソフトクラコ DOD のね、そっちの方にちっちゃい食材をこうね、買ったやつをソフトクラコの方にもちょっと入れたんで、でここの中に入ってるちっちゃい保冷剤をその中にぶち込んで、ね、で空いたところに、こっちはこっちで本当に冷やしたいお肉とか、バターとか、そういう本当に要冷蔵のものだけをここに入れてっていう感じの運用にしてました。はい、だからそんな感じですね。 12V の場合はね、本当に冷えがねちょっと甘い感じにはどうしてもなるんで、まあそこら辺はあるんですけど、まあ十分ね、いった感じは運用できました。これで 1万3000円ちょっとだったら、まあ十分ありかなと思いましたね。ここまでする方は、バイクでする方はいてないかもわかんないんですけど、まあ車でも全然使えるし、家でも部屋でもちょっと使えるし、まあ興味ある方はね、ちょっと一回試してみてもらえたらいいかなと思います。商品の URL とかはまた概要欄の方にね、貼っておきますので、参考にしていただけたらと思います。そしたら今日はね、この辺で失礼いたします。さようなら。